7月9日、また撮っちゃいます。あー、またルンが来た。ルン映ってるかな。俺の顔映って恥ずかしくて。もうちょっといい顔してるね。いいんですけど、ほら、後ろならいいや。入ってるかな、ね、ちょっと待って、卵を持ってんすよ。今ね、普通やんないんだけど、今卵温めてるでしょ。だけどこっち来んのよ。ほら、おいでおいで、キャモンキャモンキャモン、えい、ここにラミーや、遊んでくれ遊んでくれって。普通に卵温めるとやんないんですよ。何、ほら、何、ジョイジョイ、やっぱ子供の時忘れてないんだね、餌やったのね。呼んでるんですよ、こうやって。ほら、出てこんねえな、お前どうしちゃった。ここでやったじゃん。俺引っ張っちゃうか、面白くねえから。俺うい、来て、うい、足場がいいからね。あそこ、うきさ、うきさ、手乗りになんないだけで懐いてんだよね。今分かった。卵があったらやめて、こっちで出てきちゃうの。俺来たら、おおおお、おめえ親よりうめえ、うん、ジョイ作ったんだぞ俺がよ、覚えてるか。お腹ぺったんこでおめえ、一応お前お兄ちゃん、お兄ちゃんだか弟が死んじゃってよ、お前だけ行って1ヶ月ご飯やったのに、1日4回1ヶ月、おい覚えてるか、覚えてる、覚えてる覚えてるって覚えてる証拠これ覚えてる証拠よこれ来た、うれうれ、うめえうめえうめえ、おお父ちゃんにうめえや、金番な、おいしおいし、こんなもんだ。おいしょ、何だっけ、あれあれ、なんだっけ、名前わからん、ちょっとこのあって、ルンか、ルンは下手なのかな、これルンか下手なの、これ普通。よいしょよいしょよいしょ、反射神経も絶対負けますからね、人間のは無理よこれ。あ、プロの人はわかんないけど、ボクサーとか格闘技やってる人はね、早いからね格闘技やってる人は別にほら、武器なくても人殺せっからさ、簡単に首を折れちゃうね、ポコンなんつってポッキンなんて一発じゃないですよこれ。後ろから来て、後ろから来て、ん、俺ナイフがなきゃ嫌だよ、後ろから忍び寄って、ぐさっ、うん、そしたら貫通して自分の心臓にも刺さっちゃったりしてな、そんな投げできなくないだろお前ってお前冗談だブズってやったら反対が通過してさ、自分に刺さったら面白いなって今考えてた普通最近物騒だから、ね、おめえと遊んでんじゃねえんだこの野郎、何やって今ジョイさん、ったく今怒ったって言っちゃった。ほら、一夜ぐらいでこれ寂しがってっか、ここで遊んじゃったら今、あ、いい子、いいいい、たまらん乗っかってねえけど、いい、オッケー、練習だな。いつ本当に孵化させるか分かんねえからな、父ちゃんいなくなったらお前の子が欲しかったけど、でもお前の子じゃな、手乗りにならないな、まずどうなんだろう。そうだよな、生まれつきだから分かんねえよな、それでもな、親の匂いがして音がしたり気配がしてさ、子供が親を覚えてるけども、けども手乗りになると、それ理屈合うんだよね、これ懐いてるもんね、親が いるところでやったから、この状態できた頃だから、でこんだけ懐いてるね、普通懐いてると逃げてっちゃうからね早いからまあそれ取れねえけどな、昔すごかったかもな、逃げ早いよ、昔の後は食われちゃうから、みんな人間が食っちゃうしね、人間って食って掴んできちゃうから、ね、おい、ね、鉄砲ちがいたしね、ダーン、スズメ怒ってくるさ、肩がね、肩よくなくしてくる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 、パンなんて、なんて死んでるあれ今日のつまみができたいなんて大人が持っていくさなショットガンで撃ってドーン
白そばでやるね昔だけどな、あの頃の方が良かったな。子供が面白かった、お前鉄砲貸してけどさーってダメで危ねえから僕行けよって確かに危ねえBB弾じゃねえからな、いくらだって死なねえもんな、あれな。みんな怖がるけどな、バカみてえあんなもので、うん、バックステップの危ねえんだ本当は裁判所のガラス3発穴が開いてた怒らせたら次の日に怒られただけで済んだという。爆竹鉄砲横に穴開けなきゃダメよ、あとスライドして蓋する、導火線出しておく、パチンコ玉いっぱい持ってる大人がねあれを持ってくんだよね、で火つけてシッドーン当たってると思わなかった今だから言うけど、あ、インカ構造内放送で言われちゃったんだよな、誰だか知ってるけど危ねえからやめましょうどこかでしょ、約200メートル、150メートルかな裁判所、そこはあんま見せるとないか、まずいか、いくら昔でも、あの鉄砲どこやつってずっとなんだ、画期的なんだよな、横から選んだからどうやって作ったんだろう、俺覚えてねえんだよな、ちょうどいいパイプあったんだよな、どっちにしても、インナーバレルとアウターバレルが、今の言い方で言うとね、ん、なんだね、グラインダーもろくになかったぞな、ん、鉄のことやすりだけか、ん、これこれおっさん何すること言ってんだろうね昔のこと思い出していや面白かったよね、爆竹鉄砲みんなだもんな俺だけパイプ、何のパイプなんだあれ、あったんだよな。いや裁判所3発穴開くなんてさ、ガラスだって鉄製のガラスだからね、穴開いて貫通したんだなんて分かんねえけど、そこ見行ってないから、一人ぶつかれた危ねえと思うから遠くへ向けて撃ってる裁判所のガラス3個穴開いて誰だか、こんな大嘘で誰だか知ってる、分かってるけど危ないからやめてくれって注意入っただけ、ああやばいってやめた。そう、汽車ポッポもみんな止めちゃったりね、止まる寸前くらいだったけどみんなやって逃げちゃダメ石ころはさすがにあんまりやんなかったかな、一回やったら脱線しちゃったよな、いやね参った、あれにはバレなかったけどまさかひっくり返ると思わなかった、ひっくり返るんじゃん、脱線で脱輪だ、脱輪すると思わなかったよ、脱輪ちょっとね石がでかすぎたんですよ、乗っけるはもっとちっちゃいのですよ、いつもね10円弾とかやってさ伸びるんですよ、そうするとビーって踏まれると飛んでっちゃうもあるけど、ピーンって跳ねて、あれがかかるんだよな、1円とか軽くてダメね、風で飛んでるの5円とか10円が面白いね、変な格好になって石っこはダメ、石はダメ、ほんと脱に平べって石を置いたいやもっともそこ石っころさなかったんだね、遠い道でもうすぐちょっとずらせばさ、その石っころがレール乗る状態だったのよね、それを俺が乗っけといて脱線しちゃった、脱輪すげえ詐欺になって言っちゃったよ、これ公表しちゃおうそれはもう時効だよ私小学校お低学年かああ裁判所の別にね、お咎めだけでね、注意でね、だって裁判所の方もほらそうやって遊んでる時代だからね、周りもねみんな何かしらね、本物の鉄砲じゃねえし当たってて死んじゃうしねえから、まあ食い込むだろうな、だけど誰な、ジャンパーじゃなくて T シャツ1枚だと、あの距離であの重さのものが飛ぶとね、大体わかるんだから。あとはね、爆竹のね火薬を全部出すんですよ、でね、でっかい爆弾っていうか花火作るわけよ、爆弾って呼んだけど爆弾ごっこ途中で引火しちゃうとボーンって
まつげがみんな燃えてバッツルバッツル顔がみんなやったらやっちゃったうわーって。おい、この火薬をさ違いレモンに入れるのがいいけど、詰めるのがおっかなくてな、無理で押し込まねえと跳ねないからね。圧縮しないと火薬をどかせんどかせん入れてさ、花火のカスの中、丸いカスの中に煙幕か、あの中にどかずに入れて火薬を入れるんだけども、その前の勝手で燃えちゃうんだよ。ボーンって静電気。あと押し込むが怖くてね、失敗するとブシューだから、すっげえ結構でかい音でしたな。まあほら周りに釘とかほらね、飛ぶものがついてないから火薬だけだから何も破壊はできないけどね、音だけでね。爆弾作るといいほら、いろいろねベアリングだとか釘だとか混ぜてやんねえと。そう、 C4 とか C3 だったら粘土の中にみんな混ぜてやんねえとさ、だからその時跳ねちゃうかな。おっかねだったらビニール袋でも一回り回した方がいいか。何を言ってるんだよ今俺、これはバケバッチ、いや昔面白かったって話よ。今全然落としにいいから、夕方さ人ん家に行ってよ、玄関先に爆竹仕掛けてくんだよね、どこかさ長くして、でダーンって、あやられた、やったーとかさやり返していくんだよ。それをまた近所で楽しいよ、あんなゲームなんてもんじゃないよ。その返しちゃんと火事になんねえとこを選んでやる、分かってるからね。その辺が違うんだな。もう危ねえと思ったらそこんちやんないからね、火事になっちゃうから。ダメよ、バカがいたから。やっぱり爆竹だったら枯れ草のあるいっぱいあるところでやってるからさ、火がついちゃってさ、お大変だったよ消すのに。もう焦ったよね、あーいやほぼ逃げちゃったよな、くっつけやがって。まーず、あいやほぼ悪いんだよ。でもいいんか、戻ってきさせたんだから、となってバカ野郎って、こんな場でやるんじゃねえや、はぁーさ、みんな考えてたの。爆竹するとって車の、んスクラップ置き場だから、車に仕掛ける分には大事だから、でガソリンなの分かってるからさ、ちゃんとそれは避けてやってる。あー、ちなみにガソリン、あれ簡単に割れたな、ガラスだな、爆竹鉄砲で丸く簡単に人に向けられねえんだ、おっかなくて。あおっかねえやね、ほんとに痛えなんてもんじゃねえんべえな、当たったらビービンだんだり痛え、うーだけどさ、あれはええー、だよな。まあジャンパー着てたんすよな、バタリーのそんなもんだよ、そんなもんだよ、実銃なんかそんなもんじゃねえ。人間3人4人置いたって貫通してもこいっちまう弾がライフルだから、嫌当たりやれば全部いっちゃったな、ハンドガンでもスパ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 ちょっとずらしてな、脊髄ずらせばな簡単だよね、5、6人いっちゃう一発でブツーブツーブツーって。昔よくテレビであったのよ、それもね、何人するか死刑の時に一発で何人も仕留められるから、弾使わねえ何言ってんだろう。今日は独り言の日でした。だいぶ長っぱしちゃっていいよ、見なくたって自分で見るからね、記録だもん。うほらじゃれてじゃれてる、はいはい、マキさんですよ、もう歯とかあってさっきからサンバなんかずっとやってんのかって、もうこう寂しがってうんこうんこ、こいつも言い出してたの、うんこうんこ、余分な話までしちゃったのね。はい、失礼します。取った。